密です。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 東京都知事の小池百合子です。新型コロナウイルス感染症は今感染者の密です。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 東京には全国から人が密です。感染の密からの、または密です。から帰国される感染者が増加しています。密です。また発見が困難な若年層の密です。発生密です。密で感染しても症状の出やで若い方々が気づかず密です。ウイルスを拡散させるという懸念密です。都民の皆様には換気の悪い密です。密で多くの人の密集する場所密です。密近距離の会話での密接が密です。密の密が重なる場面を密です。密で密でお願いします。密で密集で密接この3つを避けて濃密さんの有効効果を極めて重要密です。密で命を守るための密です。密です。皆さん一緒に乗り越えて密でましょう。密です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 。毎日のお買い物を密です。密です。1回ぐらいに帰っていただきたい。帰っていただきたい。密です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 。それでは始めさせていただきます。密です。今年もいわゆる密です。ゴールデンウィークです。大型連休が近づいてまいりました。残念ながら今年はゴールデンというわけにはまいりません。密です。お家にいてください。密です。ホーム習慣とせねばなりません。そこで大型連休におけます新型コロナウイルス感染症対策について東京都としての発見をお伝えいたします。4月7日に緊急事態宣言が出されました。そして多くの都民の皆さん、事業者の皆さんには外出を自粛していただいたり、施設の休業などそれにご協力いただいたりということで、それぞれ実践していただいているところで、この間のご協力いたしましては感謝申し上げたいと思います。しかし都内では未だに感染者数が毎日100人以上の高水準のままでございます。そうした中でこの大型連休に人の流れが激しくなって人と人との接触がまた増えてしまう、より一層の感染拡大が進むことが懸念されているわけで、ちなみに本日の感染者数でありますが、合計しまして134名、亡くなった方がそのうち6名でございまして、